ばんは、伊藤美咲です。さあ始まりました iGhost.tv 7回目の今回は、いつもと趣向を変えまして、今最終戦に向けて切磋琢磨している選手たちのいる練習場からプライベートに迫るような質問をしてきました。その模様は後ほどお届けするとして、まずはiGhostコーチの先月の試合結果のご報告です。9月13日四国サッカーリーグ第12節、後半19分金足選手のゴールで先制点。試合終了間際、 FC 今治に PK を与えてしまい同点とされ、試合はそのまま終了、1対1の引き分けとなりました。9月20日四国サッカーリーグ第13節、ホームでアルベリオと対戦。陣野選手がハットトリックを決めるなど圧倒的攻撃力で、開始から怒涛のゴールラッシュ、7対0で勝利しました。また国際サッカーの結果ですが、9月27日1回戦、和歌山代表と対戦し2対1で勝利。続く9月28日2回戦、宮崎代表と対戦し1対2で敗退してしまいました。13番金足淳です。国体応援ありがとうございました。1回戦2回戦と、厳しい中で、個人としては点を決めることができて良かったです。あと、選抜チームとして、普段敵同士の仲間と、チームを組めたのもすごいいい経験になりました。 JFL のメンバーが多く、僕らが目指しているところで戦っている、敵と戦えて、手応えはたくさんあったので、これをチームに持って帰って還元したいと思います。応援ありがとうございました。背番号18番の横竹翼です。国体応援ありがとうございました。結果はベスト8という結果でしたが、まだまだ僕らの力が足りなかったのと、あと JFL の選手が相手にいた中で、その中でもできたことがたくさんあったので、上に行くチャンスはまだまだあると思います。これからも頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。さあ、それではここからは番組の冒頭でもお話ししました選手へのインタビューの模様をお届けしましょう。今回はインタビュアーは選手自身です。プライベートの知られざる話も明かされているかもしれません。それではどうぞ。じゃあ、玉川選手、現在の調子について教えてください。そうですね、怪我も徐々に治ってきて、いい感じでコンディションも上がってきてます。チーム状態はどうですか？そうですね、チーム状態は最初怪我人がいっぱいいて、なかなかチームのベストっていうのを出せなかったんですけど、最近怪我人が結構みんな復帰してきて、チーム一丸となって強いチームになってきています。最終戦、トラスター戦に向けて。トラスターにはiGhostコーチは相性がいいので、絶対に勝ちたいと思います。好きなサッカー選手は？好きなサッカー選手はイタリア代表のカンナバーロです。なんでカンナバーロ？センターバックってやっぱり結構世界的にも身長がみんな190とか2メートルとかあるのが平均なんですけど、カンナバーロは身長が小さくても世界で戦っているところが自分に当てはめて好きです。ちょっとサッカーから離れて、好きな芸能人は？好きな芸能人、男ですか女ですか？どちらでも。まず男から。男、好きな芸能人、宮川大輔。それはなんで？面白い。女は？女、中村アン。
どういうとこは。かわいい。かわいい。じゃあ男女。男女。男女。うーん。春菜愛。かわいい。春菜どこがいい。かわいい。かわいい。じゃあオフの過ごし方はどんな過ごし方してますか。オフの過ごし方は。先輩とボウリング行ったり、あとは同期と温泉行ったりすることが多いです。どうですか、ボウリングは上手いんですか。ボウリングは上手いですね、もう、はい、最高スコアは245です。いつも誰と行ってる。いつも行ってるメンバーはつばくん、あつくん、こばくん、りゅうへい、いなくん、おれ、りゅうじ、ひろきです。結構あ他にも来ると言いますけど、ジン君とかもたまに来ますけど、リュウヤとかも。サッカー以外の特技。サッカー以外の特技、ボーリングっすね。トランプ。トランプはちょっと弱い。コーチのいいところ。コーチのいいところ、コーチのいいところ、自然豊かな感じが結構自分の地元が三重なので田舎感が好きです。じゃあ高橋選手、現在の調子について教えてください。はい、現在の調子はまあ怪我っていう怪我まではいかないんですけど、まあ痛いところが多いんで、それを早く治してトラスター戦があるんで頑張っていきたいです。現在のチーム状態について教えてください。チーム状態はまあみんな、なんだろう、まあ怪我人多かったんですけど、怪我治して、まあ多少怪我人がいるんですけど、それが治ってくればみんないい調子になるんじゃないかなと思います。ちょっと先ほども出たんですが、最終戦ユートラスター戦について一言ください。トラスター戦はまあ今年結構勝ってるんで、まあ自分トラスター戦とか出て点決めてないんで、出て点決めて勝ちたいですね。じゃあ高橋選手の好きなサッカー選手は。サッカー選手はクリスチャン・ロナウドとかですかね。クリスチャン・ロナウドのどこが好きですか。あのガタイでテクニックもあってスピードもあってすごいと思いますね。クリスチャン・ロナウドになりたいですか。なれたらなりたいですね、お金も持ってるし。どういう子がタイプなんですか。女の子ですか、はい、女の子は優しくて気が利く子ですね。今その候補は行きますか。まあ候補まあ何人かは、はい、行かないですね。それとりあえず行っちゃう。コーチのおすすめのお店を教えてください。おすすめのお店、お店っていうか、まあ僕が好きなのは広め市場ですかね。あ、やっぱ広め市場のどういうとこ好きですか。コーチの美味しいものが全部集まってて、まあお酒もコーチ美味しいし、ご飯も美味しいんで、すごい大衆居酒屋みたいな感じなとこが好きです。高橋選手はよくお酒飲むんですか。まあ付き合いでは、まあ自分からあんま飲まないですね。じゃあオフの過ごし方について教えてください。オフの過ごし方はまあさっき玉川選手も言ったように、まあボーリングやったり、まあみんなでトランプゲームやったり、あとはだいたいバイトか寝たりしてますね。今欲しいものは。今欲しいものはどこでもドアですかね。うん、それはなんで。いや地元が好きすぎるんで。ホームシックか。ホームシックですね。地元にいつでも帰れるように。やっぱ彼女と遠距離なんですか。彼女はいないですね、まだ今、はい、仲のいい選手は。仲のいい選手はやっぱり同部屋の坂井選手ですかね。オフは一緒に過ごしたり。そうですね。大抵昼間まで寝てるんで、一緒に過ごしてるっちゃ過ごしてますね。いやー、置いて、ちょっと今待ってくれてるんですけど、あっちで、これ僕の方見ながら。お、はい。どこ。
ないけど。じゃあこれです。はい、はい、CM の後後半戦突入。ありがとうございます。1回目はコルベットに MVP 賞で乗らせていただきました。2回目はこの車、キャデラック SRX に乗らせていただくことに決めました。普段は、お金もそんなにないので軽4に乗っているんですけど、将来は絶対に、J リーガーになって、そして日本代表、そして海外でプレーするっていう自分の目標があるので、そうなった時に、自分がこういう車を自分のお金で買って乗れるイメージを作るためにも、こういう経験、貴重な経験をさせていただいています。しっかりと運転してイメージを膨らまして、これからもサッカー頑張っていと思います。アイゴスコーチの応援よろしくお願いします。シボレーコーチさん、本当にありがとうございます。では試乗させていただきます。信頼と安心の輸入車ディーラーとして28年、世界からいいものを安く、ご縁と地域貢献を大切に、高知を元気にする活動に企業努力しています。お客様の大切なお車を私たちにお世話させてください。アイゴストと共に夢の実現を。私たちはアイゴスト高知を応援しています。じゃあ吉川選手に質問していきます。吉川選手の好きなサッカー選手は？好きなサッカー選手はクリスティアーノ・ロナウドと家永明宏。なんで家永？家永はガンバの、僕ガンバユースやったんですけど、ガンバの時から見てきたんで、で同じ左利きでごつくて、あのテクニックが好きですね。ガンバってことはエリートですね。まあエリートですね。いや全然です。中学校もガンバ？中学校はガンバ門真っていうところです。じゃあそんな吉川選手、好きな食べ物と嫌いな食べ物。好きな食べ物は焼肉と麺類と炭水化物です。嫌いな食べ物は？嫌いな食べ物は羊です。ラム？ラム肉。あ、やっぱそのアキラ君のそのガタイはやっぱりその炭水化物からできているんですかね？それもありますね、多分。よくマックに行くという噂が流れてるんですか？いや、マックはたまに玉川選手の付き添いで行くことになってしまうんですけど。玉川選手もよくマックに行くと。彼はすごく甘党で食べ物が大好きですね。まあ結構食いも合います。あ、そうなんですね。マック以外にどっか行きますか、食べ物屋？岡本っていうそば飯屋さん、お好み焼き屋さんというかが高知県にあって、この撮影終わってからもその岡本に行くんですか？今日行こうか。アイゴスト選手御用達ですか？アイゴスト選手、はい、もう僕らは顔覚えられてます。そしたら僕らとは誰ですか？僕と玉川選手と奥田選手ですね。この3人は仲がいい？いや、あんまり良くないですけど。一緒に来てるんで。一緒に来てるとは？あ、住んでるところが同じで、練習に。そうなんですか？だからいやいや行かないかな。そう、最悪なんですけど。一緒の部屋に3人で住んでるってことですか？いや、それはないんですけど、たまに僕の部屋に玉川が入ってきて一緒に寝ようって言われますね。あそこに奥田選手は入ってこない？奥田はギリギリ入ってこない。入ってこない。言ったこと一回もない。吉川選手、オフの過ごし方はどんな過ごし方ですか？オフの過ごし方は釣りに、バス釣りに行ったり、まあ、あとはバイトがあるんでバイトしたり、
あと寝ることも多いです。バイトは何をしてますか？バイトはスポーツジムで働いてます。どこの？コナミスポーツコナミスポーツに行けばじゃあ吉川選手に会えると。はい、ぜひぜひ。吉川選手は子供は好きと聞いたんですけど。大好きです。え？そこはいかがですか？子供は好きです。早く欲しいです。どういうところが好きなの？何やろう、癒される、可愛い。欲しいですってことは今彼女はいるんですか？それがいてないんですよ。いてないんですか？はい。サッカー以外の特技？サッカー以外の特技、和太鼓です。和太鼓？はい、祭りの。それは習ったんですか、和太鼓？いや、習ってたっていうか、その地域で毎年祭りがあったんですけど、それでやってました。へー。吉川で小さい頃のあだ名。小さい頃のあだ名、あっくん。あっくん今あっくんって呼んでほしいですか？あっくんって呼んでほしい。呼んでほしいファンの皆さん、あっくんって。あ、でも応援とかではあっくんは嫌かな。いつあっくんって呼んでほしい？2人の時に。あ、2人の時に。彼女にあっくんって呼んでほしい。いや、男でもいいっす。男でもいい、うん、次から吉川選手はあっくんで。こんにちは。こんにちは。現在の調子はどうですか？そうですね、5月に怪我して、そこからずっと長引いてきたんですけど、だいぶ復調してきて、まだ本調子じゃないんですけど、だいぶ治ってきたところです。じゃあ、コバ君の特技、特技というか得意なプレーはどんなのかな？得意なプレーは、そうですね、裏への抜け出しと、あとは少ないタッチでゴールするところですかね。動き出しでゴッツァンが多いってこと？そうですね、それを狙ってます、常に。渋いです。じゃあ、今度4日、トラスター戦がリーグ最終戦であるんですけど。そうですね、トラスターは前期の時は、怪我で出れなかったので、後期は試合に出て、得点取って勝利に貢献したいと思います。どういうところを注目しておいたら？そうですね、個人というよりかはチーム全体で、今チーム状態も結構怪我人も復帰してきて良くなってきているところなんで、チーム全体が多分本当に盛り上がっているところなんで、アイゴスト全体を見ていただければなと思います。いや、チーム全員って言ったんですけど、仲のいい選手は今誰かな？そうですね、仲のいい選手、基本みんな俺仲いいんですけど、特に朝たまに一緒に行ったりするのは町田選手ですね。それはなんで一緒に行くの？家が近いってのがあって、で町田選手はよく迎えに来てくれるんで、それで一緒に行きます。それは町田選手を使っているってことに？いや、町田選手は多分俺のことめっちゃ好きで、よく家に来るんで、でそれで一緒に行くことが多いです。家来て何するんですか？いや、家に上がったことはないんですけど、よく駐車場に来るっていう駐車場で喋っとる感じ？そうですね、駐車場でよく。中学校のカップルみたいな感じですね。そうですね、いろいろ相談とか聞いたりしてます。今、オフの過ごし方はどんな感じですか？そうですね、オフの過ごし方は、さっき出たように、ボーリングもそうですし、温泉も行きますし、釣りも行きますし、基本アウトドアですね。よく外に出ますね。いろいろ多趣味なんですね。そうですね、一つのことというよりはいろんなことに手出してます。スパイクのこだわりを教えてください。そうですね、スパイクは基本明るい色を選んでます。それは何でですか？やっぱフォワードなんで、やっぱ目立ってなんぼなんで、やっぱ形から入るのが大事かなっていうのはあります。でやっぱ自分の尊敬する選手もやっぱ目立ったスパイク履くんで、それを真似してます。それは誰か？もう引退しちゃったんですけど、ブラジルのロナウドとか、あとインザーギ
あの辺はもう半端ないです。似てますね。目指してますじゃあ今髪の毛が長いですけど切らないんですか。そうですね、坊主にしようか迷ってるんですけど。吉川選手があの最近坊主にした。そうそう、あれ結構渋くて真似しようかなと思ってるんですけどただこの時期でやったらただの真似になっちゃって、もうちょい時期を置いてからしようかなって思ってます忘れた頃に。そう、いやもう終わってしまいますよそれ言ってたら。なんでサンクスパーティーの時にまでにちょっとビシッと決めようかなと思ってます。楽しみねやばい、言うたらほんまに宣言しました。コーチのいいところを教えてください。そうですね、コーチはもう基本あったかいにつきますね。まあ自分去年まで関東にいたんですけど、まあ、この時期になるともうスウェット必要になるとかならないぐらいのあれなんですけど、全然練習も半袖でいけますし、そのあったかいってとこはめっちゃいいと思います。基本寒いより暑い方が好きなんで、あと洗濯物が乾くんでいいっすねジメジメしないんで。洗濯してるんですかちゃんと。洗濯はもう毎日1日2回回します。そんなに着る服あるんですね。いや、まあ多くやるの嫌いなんで少ない量で回すっていうのでやってます。おしゃれ番長ですもんね。そうですね、私服のことは何でも聞いてください最後に座右の銘を教えてください。そうですね、座右の銘はまあ自分の中では一期一会ですかね。それはなんで一期一会がいいんですか。まあ一つの出会いを大事にっていうので自分の中でまあ心に留めてます。さあいかがだったでしょうか。選手同士はねとっても仲がいいので本当にこうフランクな感じでしたよね。選手の知られざる話もちょっと聞けましたし、お茶目な部分もありました。あのお話の中で吉川選手が玉川選手がよくマックに行っているっていう話がありましたが、あれは本人曰く数回しか行ったことがないそうですよ。いや仲のいい選手たちですが、これがチームワークの良さの秘訣なんですね。選手の皆さんはいよいよ本気です。アイゴッソの今後の試合日程ですが、10月4日日曜日四国サッカーリーグ第14節、対戦相手は高知ユートラスターでスポーツパーク酒場にて午前11時キックオフとなります。また10月17日土曜日から全国社会人サッカー選手権大会1回戦、北海道代表のサツダイゴールプランダラーズと対戦します。この試合に勝つと連日トーナメント形式で決勝まで5日連続とハードなスケジュールとなります。さあ四国サッカーリーグも残り1試合、最終戦は10月4日です。今年1年の総括の意味も込めて選手の皆さんはもう気合十分ですので、皆さんぜひ応援に来てください。会場でお待ちしています。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。